もいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はどうなってるのこのお口、口ごぼ編ということでやっていきたいと思います。実は口ごぼってインターネットで調べるとよく出てきたりするんですね。聞いたことある？まああんまり言ったりはしないですけど、文字とかで見たりはしますね。学校で習ったことある？いや学校ではならないですね。 SNS とかでちょっとよく見る。あ、そうなんです。歯医者さんは知らないけど患者さんの方がよく知ってて、しかもインターネット、YouTube なんかで盛り上がってる、そんな口元の形なんですね。この口元の形の解説から今日始めていこうと思うんですが、こんな感じです。どうですか、特徴的ですよね。今日はこの口元がどう特徴があるのか、そしてどんな治療をしたかということをまとめていきたいと思います。歯がボロボロでどうしていいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。オンライン相談もやっていますので、遠方の方、時間がない方、お気軽にご相談ください。それでは始めていきましょう。あ、じゃあこの方なんですけど、はい、まあ、歯医者さんでいうといわゆるバイマキということになると思うんですけど、はいはい、ドクターリン、これどういうお口元なんですかね。さっき言ったそのバイマキっていうのは、上下の歯が前にちょっと突出してるよっていうような状態ですね。どういうことですか？前とか後ろとかあるんですか？通常、上の前歯が出てると出っ張っていいんですよね、うんうんうん、あと下の前歯が出てるの受け口っていうじゃないですか、うん、あ、それが、はいはい、まあ、同時に起こってるような状態。同時に起こるってことは出っ歯でもあり受け口でもあるってことですか？そうなんです。いや、すごいですね。それどっちも前に出てるってことですね。そうです。確かにね、そうすると唇も出そうですよね、うん、横顔の話でいくと、昔 E ラインエステティックラインなんて話を聞いたことがあるんですけど、大ちゃん先生、はい、E ラインの観点からいくと、はい、口ごぼの方ってどういう横顔をしてるんでしょうか？はい、はい、E ラインっていうのはですね、お鼻のてっぺんから顎先っていうのを皆さん人差し指でこうやって結んでいただいて、ご自身の指に上唇と下唇が軽く触れるぐらいが一応理想って言われてますよね。でこれが触れないと、逆にこの方とはまた違う上唇下唇がへこんでる状態、あんまりないと思うんですけど、でこの方見ていただくと、お鼻のてっぺんから顎先、まあ線で結ぶと唇じゃなくてもう突出してますよね。その線上を越えて、だいぶこの下唇から顎のあたりまでが特徴的な形にされてるかなと思います。これを回復させようと思うと、矯正とか骨を切ったりとか、はい、まあ、そんな、ね、激しい処置になってくるのかなと思うんですが、実際お口の中はどうなってるかっていうのも気になりますね。見ていきましょう。この方実は口ごぼが気になっていらっしゃったわけではないですね。ないですね、はい、なんでいらっしゃったんでしょうか？歯がだんだんとぐらついてきてですね、はい、食事がうまいこと取れない、なのでこのままだと、まあ、まずいなと思って問いに来ていただいたんですね。なるほど、はい、その食事が食べにくくなってしまった原因としては、歯の状態がどういう風になってきたとかってあるんですか？一見お口の中は綺麗なんですけど、実はこれ奥歯とか見ていただくと、前歯もそうなんですけど歯茎が下がってますよね。あ、歯茎下がりが見えます。つまりこれ歯周病になってるってことなので、歯周病というのは歯がグラグラします。そうすると食べ物を食べようとしても歯に力が入らないので、ぐらついてる歯ではうまく食べられないですね。なるほどなるほど、まあ、しっかり動かなければね、食べれるんですけど、はい、歯がグラグラしてきたら食べれないよということですね、はい、実際前歯とかすごい変な感じで当たってますよね、これ見るとね。でも口ごぼの方の特徴的な病態というのは、実際違うことが多いんですよね。そうですね、はい、結構若い方でもなることが多くて、はい、口呼吸、口で呼吸する方はこう唇の力が入らなくて前歯が前に出てきたりとかっていうことも起きやすくなりますね。なんで口呼吸をする方は鼻で呼吸する人と比較して歯が出やすいんですか？歯っていうのはベロだったりとか、ほっぺた、唇の力で均衡を取るように位置が決まってくるんですけど、口呼吸をすると唇に力が入ってない状態なので、唇の力が弱くなると外側の押さえる力がなくなるので、だんだん前に出てきてしまう、もしくはまあちょっとベロで押したりとか、そういう癖とかもあるのかもしれない、ね、うん、あ、それもあるかもしれないですね、まあ、我々はこう歯って U の字で並んでるんですけど、これは内側からベロで押されてるのと、外側から表情筋でこう押さえてる力の均衡で綺麗に並んでますので、これが口呼吸をしてる人だと筋肉が気が抜けたような状態になってるんですよね、ポカーンと開けちゃう感じですね。そうですね、なので力がかからなくて内側からの力に負けて、結果歯がビヨーンって広がってしまうことがあるんですね、はい、でこの方もご覧ください。ここら辺
辺の歯の、まあ、配列位置かな、といったところからいわゆる口ごぼうになってるのかなと思います、はい、でさらに大ちゃん先生が解説してくださったように、はい、この方の場合は歯周病がかなり進んでたんですよね、はい、まあ、見た目以上に歯自体はすごい綺麗で実際に歯ブラシとかっていうのも悪くはなかったので、それでもここまで歯周病が進んでしまったっていうのはいろいろな、ね、原因が考えられるのかなと思います、はい、しかもここら辺とかブリッジが入ってますよね、はい、ですのでここがブリッジになってくるかなと思うんですけど、これごと動くってなかなかすごいですよね。でこれ SS さんが撮った写真なんですけどね、我々も口の中を見るのでそこをまっすぐ写真撮る癖があるんですけど、実はこれよくよく見てみると曲がってるのが見えると思うんですよね、うん、だから私これ修正してみたんですけど多分こんな感じですよ、うん、下顎が前に出てるから下顎をまっすぐにして写真撮ったんでしょうね、うん、なるほどね。それで写真が曲がってしまったっていうことなんですけどね。そういうわけでね、恒例の包括的歯科医療大会やりますか。治療計画ですね。はい、じゃあドクターに行きますか。元々の話題にもあった通り、歯周病、骨が溶けてる部分が特に画面の左側の奥歯の部分と、前歯はちょっとこう前に倒れてる分、平面の写真なんでちょっと分かりにくくなってますが、ここも骨がないのかなっていうところ、あとは上の前歯の神経の治療がしてあるところとかが多いのがやっぱりちょっと気になりますね。神経の治療してあるかしてないかっていうのはどこで分かるんですか。爪楊枝みたいな白い棒みたいなものが入ってるところっていうのは神経がもうなくなってるところ、ちょっと根っこの先怪しいですね。そうですね、根っこの先も黒くこう抜けてるところがあるので、こういったところは膿ができていて骨が溶けてるところですね。そう考えると上っていうのはほとんど理想的に残せる歯はない状態ですよね。そうですね、はいはい、で下はもう出過ぎてしまった前歯、これ矯正で引くっていうレベルではもうないと思いますの で、ね、ここも抜歯、ここら辺も抜歯で、ここをちょっと 1,2 本3本ぐらい残るかなっていう感じですね。ここももう後ろすぎるんで抜歯っていうことですね、うん、結構厳しいですね、そう考えるとね、はいはい、で上顎はどうやって治療する大ちゃんですか。上顎は、まあ、歯の位置、下顎と比べると、まあ、多少確かに前には出てるんですけど、かぶせ物で補正できるかもしれないので、そう考えると、もう一回神経の治療をしてあげて、全部つないであげる、10本ぐらいですね。まあ、奥歯噛みたいっていうご希望があれば、例えば入れ歯だったりインプラントを入れていくっていう治療が、まあ、一つ方法としては考えられるかなと思います。なるほど、なるほど。これ根管治療で何かしら症状があったり、こういったレントゲン写真で写ってくるようなものに関しては、経過が悪いので、教科書的には抜歯です。そうですね、当然こういうのも抜歯です、うん、で考えると残せる歯って1、2、3、4、5、うん、残せるかなっていうところです、はい、かなり厳しい判断ではありますが、まあ、1回トライしてもいいかもしれないですね、うんうんうん、特に若い方とか30、40ぐらいの方だったら試してみますかみたいな感じは全然 OK かなと思います、うん、はい、ただ根管治療とかもちょっと難しそうですよ ね、 そうですね。このファイバーコアっていうんですけど、根管治療した後ってそこに土台を立てたりするんですけど、その土台がね取ったりするのがね難しい時があるんですよね、はい、これちょっと長いんで取りにくいかなとかっていうのもあるので、うん、どうかな。でその後ろにインプラント入れたりするんですか。ここら辺残ってるところをバーッとここら辺つなげてってことですね、はい、そうですね。奥1本、まあ、ここを延長ブリッジにしたとしても、はい、あんまり強くないですよね。そうですね。できれば延長ブリッジはしたくなるので、はい、まあ、インプラントここ1本とか本、はい、まあ、こっち2本でこっち1本、そうですね、そんな感じですかね。そうすると予算によってこっちに1本ですね、インプラントを入れて、まあ、5週間ぐらい、でこれ3本入れるとしたら150万ぐらいで、はい、前歯を残して、まあ、セラミックだと150万ぐらいかかってくるのかなっていう、うん、そんな印象ですかね。下に関してはこの治療プランだったらここだけ残してブリッジにしてこっちにプラントっていうのもありかもしれないですね。ダメみたいですね。ここを残してここだけ噛ませると、いわゆるすれ違い交互って噛み合わせではすごい難しいタイプなんですよ、うん、噛み合わせってガチッと前も後ろも右も左も噛んでる状態でやっていかないとなかなか治療ってうまくいかないんですよね、うん、でこの場合左の奥歯のところしか噛まないので、って勉強してるドクターからは言われてしまうわけですね。確かにおっしゃる通りです。で実際にこの患者様はオールの方になりましたということですね。どうですか、横顔を。これもう向き合ってるんで別人のように見えますよね。まあ、防音リダクションとかさせていただきますので、例えば歯茎の根元とかこの音がいの梅干しの上とか出てたとしても、うん、まあ、その下まで削ってあげるってこともあるんですよね、うん、そこも削ってあげてその下にインプラントを入れていくってことをやることもありますが、そこまでやってるような感じじゃないですね。Eラインが見えますもんね。
ありがとうございます、はい、これインスタに載っけたのに全然いいねつかないので、ね、ぜひね私のフォローしていただいてですねいいねを押していただければと思うんですが、お願いします。これめちゃくちゃ綺麗だよね。これすごいね。これどうやったんですかって、骨切ったんですかって思いますよね、うん、骨切ってないですよ。骨切りとかしてないんですけど、まあ、実際にこの唇の緊張だとかね膨らみ具合とかっていうのを結構詳細に調整させていただくんですけど、笑顔もめちゃくちゃ綺麗ですね。この方は自然な形でここで仕上げさせていただいている感じですかね、うん、日本にオールオン4を、ね、通してのごろの方に笑顔を取り戻していきたいなと思いますのでね、うん、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れずにお願いいたします。治療方法について今日結構軽かったかなと思うのでね、うん、まあ、ここのとこもっと詳しく聞きたいってことがあれば、うん、ぜひコメント欄もお願いいたします。オンライン診療も忘れずにご利用ください、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。